こんにちは、みです。今回は、教員を辞めた理由と転職エピソードというテーマでお話をしていこうというふうに思います。2009年の統計データによると、20代の教員の40人に1人は退職をしているそうです。またその一方で、僕の知り合いのね、先生とか、学校の先生方のね、SNS などを見ているとですね、仕事がなかなか終わらないとかね、なかなか体が休まらないとか、このまま一生教員を続けていけるだろうかとね、こういった感じで悩んでるね、先生方も少なくないかなというふうに思っています。とはいえですね、教員っていうとですね、安定した給料とか、2000万円近くもらえるね、退職金とかね、あと充実した社会保障などね、教員っていうね、職についていると、メリットもね、多くあってですね、やめようかなとかね、他の仕事に転職しようってことをですね、なかなか現実的にね、考える方も、難しいかなというふうに思っています。そこで今回はですね、実際に高校の先生からですね、転職をして、民間企業でね、現在働いている、ゲストの方をお招きをして、なぜ教員を辞めたのかとかね、あとどのように転職活動をしたのか、そして転職をしてぶっちゃけどうなのか、いろいろね、聞いていきたいというふうに思っています。そしてこの動画を見ることによって、教員からね、転職した方の、リアルなエピソードを知ることができまして、教員を続けようかな、転職しようかなというふうに、迷っているね、先生方の、一つのね、ヒントになればなというふうに思いますので、ね、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。それでは今回もゲストをお呼びしました。じゃあゲストの方に自己紹介お願いします。はい、こんにちは。僕タスクと言います。学校で3年間先生をしていて、今民間企業に転職をして、僕の経験ですね、学校の先生から転職したっていう経験をもとに、今は学校の先生からちょっと民間企業に転職したいっていう人のサポートをしていて、今活動としてはツイッターとノートを使っていますので、もし何かご相談したいことあればぜひ僕のツイッターの方に連絡していただければと思いますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、学校の先生、高校ですよね。高校の先生を3年間やられたということなんですけども、はい、いわゆる教員って安定もしていますし、結構社会的にも、学校先生なんですね、みたいな感じになると思うんですけども、でもどうして、どういうきっかけで、学校先生を辞めて転職をされようとしたんですか？まず大きな理由としてはですね、僕がちょうど学校の先生を始めようとして、頃ですね、大学1年生ぐらいの時にリクルートのサービスでスタディサプリっていうのが出てきたんですよね。で、あれって要するに月1000円で日本のトップクラスの予備校の先生たちの授業がもう24時間どこからでも受けれるというようなものじゃないですか。で、実際学校の先生やってた時によく実感したのが、あれをやられるともう勝ち目ないなと思ってて、学校の先生の仕事って勉強教えるっていうのが一番大きなメインの仕事としてあるじゃないですか。もちろん勉強以外のこともいろいろやらなきゃいけないんですけれども、でやっぱり一番大きな勉強をしているっていうところに関して、そういうのが出てくると、どん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 そういう風なサービスにみんなが流れていけば、将来的に10年後20年後いつかわからないですけど、学校の先生ってそんなに数いらないよねっていう時代がいつか来ると思って、じゃあ今から10年後20年後ってなると、僕40歳超えてて、で40歳超えましたと、で、じゃあもう学校の先生そんなに数いらないので、じゃあ人数整理しますってなって、万が一そこで僕が首切られた場合、もう次行く当てないなと思ったんですよね。40半ば頃になって、ずっと学校の先生一筋でやってて、時代が変わりましたと。もう学校の先生そんなに数いらないです。勉強教えるのはスタディサプリみたいな、ああいうオンラインのもので、もう生徒たちが自分で全部やってもらえますと。っていう時代がいつか来ると思ってて、その時になって行動したら遅いなって思ったんで、今動こうと。いうふうな形で転職をしましたね。確かに、コロナ禍で本当に分かりやすく、なんか45歳リストラとか大企業でもあったりとか、航空会社でも本当にそういうのあるので、それが本当に学校現場で起きても、ランニングサプリとか、アプリでいいじゃんって、授業いらないじゃんって、もう今すでになってそうな気もする。そうですよね。このコロナ禍で、やっぱりこの学校現場っていうのが、授業ができなくなって、致し方なくっていう経緯もあると思うんですけど、そういうオンラインの授業を導入したことによって、多分気づく人がたくさん出てきたと思うんですよね。もういらないじゃんっていうふうに。もうすでに気づいた人たくさんいるんですけど、それがみんな知っちゃった、そういうものが世にあって、でそっちの方が全然良くないっていう、みんな知ってしまったので、これからはちょっとどうなるか、正直ちょっとなくならない仕事の一つではあるとは思うんですけど、でもやっぱ学校の先生って教育って何が一番お金かかるか、やっぱ人件費がとてつもなくお金がかかるんですよね。やっぱ学校の先生って世間一般ではちょっと給料いい方って言われているじゃないですか。この人件費がどうしてもかかるので、じゃあコストを削減して ICT の導入とかってなった時に、どっからね、財源持ってくるかって言ったら、学校の先生の人員整理して、そこで浮いたお金で ICT 化進めようって話にもなってくると思うので、そういうことを考えると、ちょっと10年後、20年後ってどうなるかわからないよねっていうのがありますよね。今の話を聞いてみて、確かに長期的に
にこういった仕事を、まあ、危ういんじゃないかみたいなこともあると思うんですけども、確かにもう、まあ、学校現場に行って転職活動をいざしようと思うとなかなか周りにそういう人もあんまりなかったりもしますし、まず何からやっていこうみたいなところがあったりまして、あそこでスタートで、まあ、困っちゃうかなっていう人もいると思うんですけど、実際に、まあ、タスクさんの場合は、まあ、どんな感じに転職活動を始めて、まあ、どういうふうな流れとかどういうふうなプロセスで転職活動をやっていったんですか？僕はですね、まあ、転職活動っていうちゃんとしたものを始めたのは、辞める年の10月からスタートして、うん、決まったのが1月末なので、まあ、4ヶ月間で転職をしたんですけれども、うん、同じ年の4月から9月ぐらいの約半年ぐらいは転職の準備期間に当ててましたね。9ヶ月くらい、じゃあもう。そうです、はい、トータルで見たら9ヶ月ぐらいかけてやりましたね。多分4月から9月の間の準備っていうのが、まあ、僕今じゃあんまりちょっとイメージできないんですけど、どういう準備をされていたんですか？まずこれ学校の先生全般に言えると思うんですけれども、学校の先生って学生時代に就職活動、一般的な就職活動をしてない方の方がやっぱ圧倒的に多いと思うんですよね。就活した人っていうのは、例えば採用試験に落ちて就活した人は、まあ、結構民間に行ってる人多いんですけど、やっぱ非常勤にせよ、専任にせよ、やっぱ学校の先生やってるってことは、教員一本に絞ってた人の方がやっぱり圧倒的に多いので、まあ僕もその例に漏れないんですけど、うん、まあ、要するにいわゆる就活のやり方がわからない。広げて言ったら転職の仕方もわからない。就活の仕方もわからない。だからもう何から始めていいかわからないっていう状況だったので、一番最初にやったのは情報収集から。始めました。どんな企業があるかとか、どんな業界があるかみたいな、そういうことですか？そうです。企業、どんな企業があって、どんな業界があるのかっていうのもそうですし、そもそも転職するときに何を準備しておかなきゃいけないのかとか、そういったところも含めて、はい、全部情報収集を半年ぐらいかけ、まあ最初の1ヶ月間ぐらいですね、4月の最初の1ヶ月で転職するのに何をしてなきゃいけないのかっていうのを1ヶ月で情報を集めて、で、5月からじゃあそれをするためにどうしていこうかなっていうのをやってって、で、半年間準備をして、で、10月から転職活動スタートっていう感じでしたね。そこタウンワークで調べたりとか、転職サイトに登録したりとか、タスクさんの場合はどんな感じで、はい、どういうサイトとかどういうなんかアプリとかどんな風に使ってやってきたんですか？僕はまず転職サイトというか転職アプリを複数入れてって、その中で使ってっていいのに1個絞っていって、だとすると同時進行で YouTube 使いました、僕は。情報収集として。転職のことを、はい、言ってるものあるんですよね。確かにありますね。転職に特化した YouTube チャンネルか、なんかたまになんか学校の先生とか公務員の転職とかあるじゃないですか。いろんな YouTuber 見られてって感じですか？そうです。いろんな YouTube のチャンネル登録してって、もう本当に転職のもう、いろはのいからやってくれてるので、そういう動画って。そういうの見てて、はい。あ、こういうのやなきゃいけないんだ。こういうの準備しなきゃいけないんだっていうのを情報収集してった感じですね。あと転職エージェントみたいな人を使う人もいたりとか、使って転職できましたみたいな人も聞くんですけど、まあ、僕は使ってなかった方で、タスクさんってどんな、なんかエージェントとかはどうしましたか？僕、エージェント使ったことはありますけど、辞めました、途中で。なんかそれはどういった理由というか、なんかどういった思いですか？これはですね、もうぶっちゃけて言うと、転職エージェントのビジネスモデルを考えれば分かることなんですけど、はい、じゃあ転職エージェントってどういう仕事かっていうと、はい、仕事を探している人と働く人を募集している会社があって、はい、働き口を探している人が来て、その人の話を聞いて、自分たちの顧客、働く人を探している会社に紹介して、そこで採用されれば、紹介料っていう形、まあ、成果報酬っていうんですけど、そこでお金が発生するんですよね。はい、なので、人材系のエージェントの利益を上げるためのの一番考えなきゃいけないのは、とにかく自分の顧客、会社に人を流して採用してもらわなきゃいけないんですよね。確かにそうですよね。それが営業成績になりますもんね、その人の。そうなんですよ。いくら人材って言って求職者のためとはいえ、もちろん一番は自分の会社の利益が大事なので、まあもちろん中には求職者の人一人一人向き合ってやってらっしゃる方もいると思うんですけど、でもまあやっぱり会社組織としては売り上げを上げるのが一番なので、自分に合った会社をちゃんと紹介してくれるかどうかは、これまた別問題。人によるというか、エージェントさんによったりとか、エージェントさんによって、はい、かなり、確かに、当たり外れがあって、自分が求めてる仕事をちゃんと紹介してくれるかどうかは、それはちょっとまた別問題なんですよね。なるほど。そういうことがあったんですね。でもなんかすごくなんか僕も、まあ今の話を聞いていて、あとまあ僕も転職活動してみて思ったのが、業界なんか絞れないというか、転職サイトもいろいろ、まあ一つとってもいろんな業界があって、なんかいろいろななんか募集があるじゃないですか。本当に
そっから選べる自信がなくて、なんかどれも良さそうにも見えるし、でもどれも同じように見えて、絞るの大変だから誰かに絞ってほしいなとかも思ったりもするんですけど、なんかどんな感じでその絞ったりとか、選んだりとか、そういうことやりましたか？これはもう転職活動をやっていく上で僕の中で結構大事だなと思ったのが、やりたいことよりも自分ができることを重視して考えていった方がいいかなと。なんでかっていうと、転職って会社によっていろいろ採用要件変わってくるんですけど、もちろん新卒よりもやっぱ社会経験を何年か積んだ確人かが入ってくるので、もうある程度の即戦力性っていうのは、まあ、若干求めてたりすると思うんですよね。なので、その面接するときにも面接官どういう視点で見てるかっていうと、将来的にどう活躍してくれるかっていうよりも、これら来年以降うちの会社にどう貢献してくれるのかっていう結構そういう部分を見てたりするんですよね。転職のときに結構特徴的なのは、職務経歴書っていうのを提出するんですよね。自分が、今までの仕そうで事です。何をしてきたのかっていう書いたものをまとめて出すんですけれども、で、要するに自分がやりたいことっていうよりも、今まで自分がどんなことをしてきて、こういうことができるから、あなたの会社でもこういうふうに貢献できるんですよっていう順番で話していかなきゃいけないんですよね。いや、なんかすごく、でも今の話を聞いて、また思ったのが、例えばなんか民間で、あれなんか何ができるんだろうなってなっちゃったんですけど、今の話を聞いてみて、そうなっちゃいませんでしたか？学校先生やっていて、民間でどんな企業だと何ができるんだろうみたいなことで困ったりしましたか？タスクさんは。僕めちゃめちゃ困りましたね。これはもう教師から転職するときの一番の壁なんですけど、一番何が困ったかって、結局僕らって、その学校の先生って数字を追っかける仕事ではないんですよそね。うですよね。集客もしないですし。なので、その仕事をこういうことやってきましたって書くのはいいけれども、でもそれが企業の人事から見たときにあまり魅力的に感じない。なので僕も転職活動しているときに面接までは行くんですけど、面接から一歩も前に進めないっていう時期、すごい長かったんで、僕もすごい大変でしたね。もちろん人によったりとか個人差はあると思うんですけど、まあ、タスクさんから見て、学校の先生やってる方が即戦力になるというか、その経験を生かして転職するなら、まあ、こういった業界がいいとか、こういった職種がいいとかって何かありますか？僕個人的には人材系に向いてるなって思ったんで、人材系に転職をしたんですけれども、でもやっぱ学校の先生から転職するルートとして、結構やっぱ塾の先生っていうふうに考えられてる方結構多僕いもか思っなとちゃいま思うすんね、です確けかに。ど、でもちょっと一個だけ誤解しちゃいけないのが、塾で教える仕事って、例えば予備校で教えるか、個別指導で教えるかってありますけど、予備校で教える場合って、まあ、いわゆる予備校の講師としてやるわけじゃないですか。そうなってくると、もうやっぱり指導力というか、教える力だけ見られるんですよね。なので、学校の先生が予備校の先生にそこの部分で勝てるのかっていうのが、まず1確個。かに、そうですね、確かに。ありますし、じゃあ、個別指導塾っていう風になると、個別指導塾って、あそこで働いている教える人たちって結構学生アルバイトがやっぱ多いんですよね。なので、社員になるってなったら、室長になるんですよ。室長、教室長業務。なので、教室長の仕事って教えることかって言うとやっぱ違うんですよね。確かになんか集客するかなんか要をする学に、やっとぱか。塾もビジネスなので、いかにお客さんにたくさん授業を取ってもらうかっていうところにやっぱコミットしていかなきゃいけないので、学校先生って、まあ子供たちが当たり前に来て、まあ授業も当たり前に聞いてくれて、まあ成績がなんか上がらなかったら、なんかもうちょっと頑張りなさいみたいな感じで言ったところが違いますね、全然。もう全然逆なんですね。成績上がらなかったら塾の責任っていうふうに、一般、やっぱお金払ってる以上そういうふうになるので。まあ塾がまあ向いてますよということでもないってことですね。だから学校先生やってるからといって。で、まあ最後にじゃあ、まあ実際まあ転職してみて、まあどうでしたか？それこそまあ給料が上がったか下がったかとか、安定したとかしなくなったとか、まあ実はブラックだったとか、実際どんな感じですか？転職してみて。まず、給料に関してから行くと、給料に関しては、正直、あんま変わってないっちゃ変わってないですね。下がりはしなかったので、僕はまだ、年齢がまだ20代っていうこともあるので、正直、転職したから、ガクンと給料が何十万落ちましたっていうことはもう起こらないので、変動あって1、2万レベルなんですよね。やっぱどの業界に行ったとしても。まあ、なので、そこら辺はあんまり変わってないですと。じゃ、休みはどうなったかっていうと、土日しっかり休める分、ここは比較的ありがたかったかなと。いいです週休2日が比較的、あと僕の会社が比較的ちゃんと週休2日しっかりやってるところなので、そこはありがたいなと。あと、まあ、転職したか、仕事自体は、まあ、タスクさん的には、まあ、楽しかったりとか、やりがいとか、どうですか？まあ、今ちょっといい面で話をさせてもらったんですけれども、やりがいは確かにあります。例えば、学校とちょっと違うのって、民間企業って1年とか半年ごとに目標を各自立てていくんですよね。例えば営業成績いくらとか、ってものを立てていくんですけれども、で、それをまあどうやって達成するかみたいなものも考えて、もちろんそれを達成できた時のやりがいっていうのはめちゃめちゃ感じます。ただ、やっぱ辛いのって、やっぱ学校の先生で働いてた時のマインドって、
と民間企業で働く時のマインドってやっぱ全然違うので、学校の先生ってどっちかっていうとお金のことあんま考えずに、コストのことありますけど、どっちかっていうとやっぱ生徒のためになるっていうのを第一で考えていいんですけど、民間企業ってさっきもちょろっと話しましたけど、利益を出すのが一番大事なんですよね。なので、利益が出ないことはやっても意味がないんですよ、会社って。例えば、いかに、はい、それが誰かのためになることであっても、それはボランティアであってビジネスではないので、そこの自分の中での折り合いをつけるのが結構僕は大変でしたね。ね、あとはやっぱ利益を上げるってことにコミットどんどんしていくので、人間関係が結構難しくなってくる。どうやって利益を出すかなので、意見がトゲが。あったりとかする場合も。もちろん会社によっては、みんなファミリーで仲良くやりましょうっていう会社もありますけど、やっぱり利益を上げる組織である以上は、いかに利益を上げていくかっていうところにコミットしていくので、その発言をしたことによって、その人がどう受け取るかっていうのはあまり考えずに、もう単純に正しいか正しくないかで判断して言うか言わないかっていうところもありますね。する際に、まあ、そこも自分に合うか合わないか。じゃあ、自分でどんなところを意識されるといいと思いますか、タスクさんは。転職活動の時に会社選びとしてこの辺とこの辺を基準にするといいだろうなってことはありますか？実際に働いてみてっていうところもあるんですけれども、まずその仕事内容云々っていうのは結構二の次というか、まあ、皆さん仕事内容どんな仕事をしようかなっていう風な形で選んでいくと思うんですけれども、はい、もっと前にやるべきことがあって、それは何かっていうと、はい、自分がどうどういう人生を歩んでいきたいのかっていうのをしっかり考えた方がよくて、例えばこれ僕の話ですけど、僕はそんなにお金に関してはそんなに高給取りじゃなくてもいいんですよね。なんかやっぱサラリーマンの方の中では月火水木金朝から晩までがっつり働いて、正直遊ぶ暇もないけどその代わり給料高いという仕事も世の中にたくさんありますし、もちろん仕事内容によってはそんなに働いてなくてもたくさんお金がもらえる仕事もありますけれども、でも僕の中ではそんなに給料高くなくてもいいから、ちゃんとしっかり自分のプライベートの時間確保したいっていうのが僕の中ではあったので、そういう軸で会社を選んでました。ああ、なるほど。はい。あとこれ入ってから気づいたことなんですけれども、はい、これはすごい大事なことだなと思ってて、自分がどれぐらい頑張れる人間なのかっていうのをしっかり見定めて会社選びをしないと、入ってからすごい辛いことになりますね。例えば、じゃあちょっとお酒に例えちゃいますけど、お酒の飲める量って人によって違いがあるじゃないですか。例えば世の中にはお酒を一滴も飲めない人がいる、はい、無限に飲める人がいるじゃないですか。っていうのと同じように、人によってどれぐらい頑張れるかっていうのってやっぱ違うんですよね。はい。なので、そこで飲み会の場に行くと、例えば、自分以外の人は10杯ぐらい飲める人。でも自分は1杯しか飲めないってなったら、その場にいるのめちゃめちゃ辛いじゃないですか。それと同じで、会社にいても、お酒10杯飲むぐらいの努力を平気でできちゃう人たちの中に、1杯しか飲めないぐらいの努力しかできない人がポンって入っちゃうと、めちゃめちゃ辛いんですよ。周りめっちゃ頑張る。でも自分の中では、1杯飲むのもめっちゃ頑張ってるのに、周りは10杯飲むのが当たり前なんで、周りから見たら、え、こいつ全然飲み会だったら、え、お前全然飲んでないじゃん、みたいな。もっと飲めよ、もっと飲めよってなるんですよ。でも自分の中ではもう限界なんですよ。でも周りは一杯しか飲めない人の気持ちがわからないので、なんでこいつ全然飲まないの？まあ今それもうちょっとお酒の話になっちゃいましたけど、別に努力の話で、周りがめちゃめちゃ頑張る人たちだと、自分はめっちゃ頑張ってるのに、周りから見たら頑張ってないって判断をされるんですよね。そこはちゃんと組織を見た方がいいです。いやー、それ結構今大事な話とか、勉強になりました、今の話聞いて。大事ですね、その人間的な環境ってすごい。大事だなって思いました。じゃあ最後ちょっと聞いておきたいことが、はい、まあ転職してみてタスクさんから見て、まあ一番、まあ教員から転職して、まあ一番良かったなって思うこと、転職したけどちょっとここは大変だったなってことを一個ずつじゃ教えていただけますか。転職して良かったことは、はい、自分が見れたかった世界を見れるっていうのがやっぱり一番大きかったです。この僕今転職して1年ですけれども、正直個人的にはめちゃめちゃ成長できたと思ってます。あ、僕もそれすごいわかります。世の中で当たり前とされていることが全然わからないんですよね。で、その当たり前のことに触れることができたので、そこはすごい成長できたなっていうのがあります。で、ちょっと大変だった面はさっきもちょっと話しましたけれども、やっぱりお金を重視して考えるかそうじゃないかっていうところが一番大変でしたね。あともう一つ大変だったのは、やっぱ会社と学校での組織としての一番違うところでもあるんですけれども、学校って誰かから評価をされるっていうところがほとんどないんですよね。でも会社って常に誰かから評価をされてるんですよね。要するに学校って教室の中で授業をしているわけじゃないですか、はい、でもその環境って周り
他の先生が見てるわけではないので、自分の授業がどういうクオリティなのかっていうのって全然評価ができないんですよね。なんですけど、でも会社に行くと、その評価がめちゃめちゃ重要視されてて、それが翌年の自分の給料に反映されていくので。いい面でもあり、押し込んだり、辛い人からしたら辛い面もあってっていうところですね。なんかそれが、まあ、向いてる人、好きな人、嫌いな人がいるってことですよね、じゃあ。そうです。なので、僕が一番個人的に大変だったのは、僕は学校の先生やってて、今まで、まあ、授業のやり方とかを自分なりに工夫改善してきたっていう自負があった中、で、民間企業に入ると、誰の評価が入ってきて、まあ、上司がついて、それじゃダメじゃないっていう意見が出てくるんですよね。僕は今まで自分なりに考えてやってきたっていうのがある中、他人から評価をされるっていうことにものすごくその抵抗があるというか、あ、やっぱやり方違うんだな。上司がこう言うからにはやっぱその上司のやり方に合わせていかなきゃいけないので、ここにこう合わせていくのはすごい大変でしたね。いや、でもすごくなんかそれはなんかリアルな話だったので、いい発見になりました。はい。じゃあまた今回まあこんな感じで終わっていくんですけど、まあタスクさんにも転職のサポートとかも、まあなんか相談とか随時でもやっていらっしゃるんですよね。仕事以外でも やられてるって感じなんですよね。僕の転職サポートのキーワードとしては、もう、おひたしっていうのがありまして、もう教える、否定しない、助ける、信じるっていう4つのコンセプトで、まあ、これはもう、社会一般で言われてることでもあるんですけれども、こう、転職したい、次の世界に行きたいって頑張ってる人は、絶対否定せずに最後まで、僕がやっぱ大変だったっていう、やっぱ否定されると辛いので、僕はもう絶対に否定しないっていうコンセプトにやらせてもらってるので、もし何かちょっと困ってる方がいらっしゃるのであれば、ぜひ何でも言っていただきたいなと。まあ、ぜひなんかそういうとこ、まあ、教員から、まあ、転職しようかなとか、転職してる最中の方だったら、ぜひなんかタスクさんにも、まあ、メッセージとか、まあ、発信とか見られると、すごく参考になるのかなと思います。ぜひそちらの方も、まあ、ご覧いただければなというふうに思います。今回はそんな感じで終わると思います。じゃあ、ご清聴ありがとうございました。